私こんなところで何してんのかしら。あいつと選んだ水着も買えなくて。ほんとバカみたい。修学旅行行けるものだって疑いもせずに思い込んで、そんなお金とっくに使い込まれてたってのに。ああもう、いや、もう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 いや、クソ親も学校も浮かれてた自分も何もかも、もういや。気がする。でもどんな夢だっけ、思い出せない。なんか気持ち悪い。コロスケ、シフィ、ついでにネビアも。誰もいないの？ペコリーヌは宮殿か。置き手紙？キャル様へ。お目覚めになられないようでしたので、市場へ買い物へ行ってまいります。朝食は少々お待ちくださいませ。掃除でもするか。思い出せない。さっきの夢の内容どんなのだったかしら。なんかセミがうるさい夢だった気がするけど、どうも最近モヤモヤすることばっかりね。プリンセスホームのこととか、この前あいつらに聞かれたもう一つの世界のこととか。すみません、キャルちゃん。ちょっとだけいいですか？少々、お話しさせていただきたいことがありまして。何よ、あんたたち、改まって。っていうか、シェフィーは抜きでいいの？今、あいつお風呂だけど。シェフィーちゃんには、また今度させてもらうとして。キャル様、これは、仮に、の話なのですが。例えば、その、もう一つの世界があるって言ったら、信じてくれますか？はぁ？何よ、やぶから棒に。私たちが、本当は、あちらの世界の生まれで、この世界は、いわば、作られたものだとしたら、もう一つの現実があるとしたら。バカ言ってんじゃないわよ。そんなことあるわけないでしょ。ああ、わかったわかった。また私をからかおうってわけ？その手には乗らないんだからね。そういうわけじゃないんですけど。あの話、あれで終わっちゃったけど、もしかして本気だったのかしら、あいつら。
現実。現実ね。まったく、何言ってるんだか。この世界が作られたものだとか、そんなことあるわけないじゃない。きっと私に隠れて変なものでも食べてたんだわ。ねえ、この世界が作り物のようだと感じたことはない？世界中の大半の人間も疑いを抱いてすらいないわ。そういう風に調整されて再構築されているのよ。この不自然な世界に違和感を抱いている人間は私を含めたほんの少数だけでしょうね。だいぶ前のあの時、陛下があいつに言ってたのって、コロスケたちが聞こうとしてたことと同じ意味なの？もし万が一、私にあっちの世界の私なんてものが本当にいるとしたら、そっちの私は今の私と違って、出来損ないの欠陥品だったり、裏切り者の滞在人でもなくて、もうちょっとくらい、マシな人生でいてほしいわね。シフィ様。キャルのこと、起こさないでよかったのかしら。少し寝苦しそうだったけど。ふむ、ではキャル様の好きなものをたくさん買って早く帰りましょう。おいしいお料理でお腹を満たせば、悪い夢に悩まされることもきっとなくなるはずですから。ええ、そうね。それがこのギルド美食伝らしいやり方よね。ロレッタ海岸から取れたて直送、水揚げされたばかりのピチピチだ。見てて。トマトにキュウリ、キャベツにトウモロコシ、安いよ安いよ。本日オープン大特価セールだよ。すごいにぎわいね。お客もお店も。あちらのお店は開店セールのようですね。ふむ、クッコロさん？その新しいお店はどれも尋常ではないほど安い上、品質も大変良いのです。安く買い物をする分にはいいことじゃないの？はい、ですがこれではとても利益が出るとは思えません。仕入れの値段がいくらまでかは存じ上げませんが。新しくオープンしたから人を呼び込むために安くしているってことなのかしら。それはあり得る話です。しかし物事には限度というものが。らっしゃいらっしゃい、新鮮な魚がどれも安いよ安いよ。もし魚屋様。いらっしゃい。エルフのお嬢ちゃん、何をお求めで？ではそちらの鮭とイワシとブリのアラを、それからニャンニャンの好みそうな鰹節があればお願いいたします。へい、喜んで。これからじゃんじゃん売っていくからね。うちのことひいきにしてってくれよ。はい、ぜひ。ところでどうしてこちらのお店はこうもお安いのでしょう？隣の八百屋さんもですが。ああ、オーナーの問屋ギルドが気前よくってね。おかげでお客さんにもたくさんサービスできるってもんさ。問屋。ふむ、この辺りで一番大きな問屋は確か
メルクリウス財団でしたか。メルクリウス財団？いやいや、うちのオーナーはアマルガム貿易だよ。アマルガム貿易。にゃー、やっぱり私は焼き魚定食で決まりにゃ。私はお好み焼きランチというものにしようかしら。庶民的なお店でお昼ご飯というのもたまにはいいですわね。ゆかり、早く決めるにゃ。もうみんなにはバレちゃったんだし、頼んじゃおうかしら。あれ、まあよろしいんじゃなくて。すみません。ダメにゃ、まだ真っ昼間にゃ。お、みふゆにゃ。みふゆさん、こっちですわ。どうかしましたの？メルクリウス財団は、メルクリウス財団は倒産です。さあさあ、寄ってらっしゃいな。安くて美味しいパン屋さん、本日開店だよ。豚に牛、鳥に羊にウサギまで、肉なら何でも揃ってるよ。すみません、そちらの肩ロースとハラミをいただけるかしら。あと牛すじとせせりと砂肝も、ひき肉も安い、そっちもください。へい、毎度。この手羽先はおまけだよ、みんなで食べて。ギショワが水みたいに安いなんて夢みたい。みふゆ、ゆかりも買い物してる場合じゃないにゃ。あ、そうだったわ。みんなに市場の様子を見てもらうつもりが、あまりの安売りっぷりについ目がくらんで。みふゆさんの報告通り、ランドセルの市場のあちこちで異様な安売りをする進展が増えているようですわね。しかもその全部がアマルガム貿易っていうギルドの息がかかっているだなんて、今までそんなギルド聞いたことなかったけど。ねえねえ、あっちのお店も新しいお店みたい。アマルガム貿易印のたい焼きショップ、本日開店。安くてうまいたい焼きがたったの10ルピー。さあ食べてって。うわー、たい焼き10ルピー、嘘にゃ。どうせ味はダメダメに決まって。おいしいにゃー。パリッパリでもっちもちの皮、高級あんこが尻尾の先までたっぷり。それにこの絶妙な焼き加減、こいつは事件にゃ。玉木さんがそこまでおっしゃるほどですの？ならば粗悪な材料を混ぜてコストを下げている可能性は排除するべきですわね。私の屋台も味でなら負けないけど、でもこの値段じゃ商売上がったりにゃ。おやじさん、こんな売り値で一体どうやって利益を出してるのにゃ。いや、利益なんて全然だけどね。でも材料はアマルガム貿易が用意してくれるし、それにおじさんは美味しいものを食べて喜ぶみんなの顔が見たいから。
通り市場を回ってみましたけれど、明確な悪事の証拠はこれっぽっちも見つけられませんでしたわね。見て回るだけのつもりがあまりの安さについ買い込みすぎちゃった。私もついつい飲みすぎちゃった。ようやく酔いが抜けてきたわ。アマルガム貿易の尻尾はつかめなかったけど、こんなの絶対絶対おかしいにゃ。私の尻尾はビリビリ警戒してるにゃ。そうね、回転セールってだけじゃなく、もう半月以上も安売りを続けているところもあるし、周りの競合店はたまったものじゃないわ。不当廉売、いわゆるダンピング商法ですわね。メルクリウス財団と取引させていただいている商店からも仕入れを安くしてほしいと泣きつかれてしまいましたけど。ううん、値下げしてあげたい気持ちはわかるけど、今だってかなりギリギリの卸値よ。これ以上はこっちが赤字になっちゃうわ。そうね、この何ヶ月かはカイザーインサイトや魔物たちに壊された商店を立て直すために事前事業みたいな投資をたくさんしてしまったんだしね。何をおっしゃいますの？あれは必要な投資でしたわ。市場の活気を取り戻すことは巡り巡って私たちメルクリウス財団の利益になりますもの。でもその貸し付けた店がアマルガム貿易系列の店との価格競争に負けて潰れてしまったら。貸してるお金全部焦げついちゃうにゃ。真っ黒焦げにゃ。というかすでに売上と客を全部持っていかれた上、生鮮食品の在庫をダメにして閉店に追い込まれた店も出始めているわ。それにランドセル各地の市場だけじゃないのよ。うちの稼ぎ頭の金融業にもアマルガム貿易が入り込んでて、10年で 0.1% とかありえないほど安い金利で貸し付けしてるのよ。ただでさえ飛空艇を落っことして大損害を出したり、復興の公共工事はリッチモンド商工会にかっさらわれたりで、苦しかったところにこれじゃ。来期の売り上げは間違いなく過去最低、大赤字間違いなし。冗談抜きで倒産もあり得るわ。倒産？そんな、無職は無職は嫌。確かにこれはメルクリウス財団結成以来最大の危機ですわ。けれどもアマルガム貿易が何やらきな臭いのも事実。そうですわね、玉木さん。そうにゃ。アマルガム貿易の化けの皮ひっぺがしてやるのにゃ。ええ、資金源や扱っている商品におかしいところはないか手分けして徹底的に調べるわよ。おそこの場所止まるにゃ。へえ、山賊。失礼にゃ。私は山賊じゃなくて正義の義賊にゃ。その罪にちょっと調べさせてもらうにゃ。ダンピング商法？とんでもない。我々アマルガム貿易一同はより良いものをより安くランドソルの皆様にお届けしようとしているだけですよ。なあみんな、そうだろ？もちろんです、支配人。地方からの積み荷はごく真っ当だったにゃ。盗品とかじゃなくて支払いもちゃんとしてるし。アマルガム貿易のギルドハウスで働く人たちも少なくとも悪い人たちではなさそうだったわね。書類もきちんと整理してあってみんな優秀そうだったわ。
全然尻尾がつかめないにゃ。このままじゃ本当に倒産しちゃうかも。う、無職は嫌、無職は嫌。ゆかり、焼けシワはまだ早いにゃ。秋野、どうしたにゃ。秋野さん、どこか具合でも悪いの。あ、いえ、そうではなくて、少々考えていたのです。確かに先ほどお話しさせていただいたアマルガム貿易の方々も、市場で大安売りをする方々も悪人ではないようでしたが、私は正直なところ彼らに反感を持っているようなのです。商売敵という関係を抜きにしてもですわ。っていうと。そうですわね。私の好きな商人のメソッドに三方よしという言葉がありますの。三方とは顧客、商人、そして社会。買い手よし、売り手よし、世間よし。それぞれが満足できてこそ初めて良き商いであるという考えですわ。アマルガム貿易の方々のような顧客を満足させるために己が身を削るがごとき商法は、一見して素晴らしいもののようですが、長期的に見れば巡り巡って顧客の側も損をする可能性もあるのです。何よりも赤字を前提などとした商いなど、商人としてあるまじきことですわ。そうにゃ。あいつらの資金源、必ず裏に何かあるはずにゃ。資金もだけど、これだけ事業拡大して新しいお店を増やしていったら、人材の確保だって大変なはずよね。一体どういう仕組みなのかしら。大変よ。美冬さん、今度はどうしたにゃ。アマルガム貿易直営のフランチャイズが今度は100店舗同時オープンするんですって。え、どういうこと。おん、ごちそうさまでした。ではでは、本日のデザート、ランドソルの踊り食いと参りましょうかな。というわけで、後で正式に依頼させてもらっちゃいますね。あと道路とかの修理も。大きくてもちっちゃくても彼をいじめるのは見過ごせません。だって私の仲間ですから。パンの甘っちょろくて甘ちゃんでスイーティーなクソお姫様が、何度も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 大人をこけっこけにしてくれちゃって、議長から王家の力を削ぐという指示は受けておりますが、それ抜きにしても絶対絶対絶対許しませんわよ。クレジッタ様、机から降りてくださいますか。秘書
と、あなたも考えなさいな。あのペコペコ王女を陥れる方法を、冤罪でっち上げるとか、毒でも盛るとか。いかに雇用主といえど、国家転覆教唆とか幇助とか、さすがに勘弁してほしいのですが。辞表を出した帰り道にナイトメアの詰め所に駆け込んで訴えますよ。うん、じゃあほら、その靴に画鋲を入れるとか、ケーキのお砂糖を塩に変えるとか、いくらでもあるでしょうが。いきなり耳っちくなりましたね。そんなことよりも、クレジッタ様、私としては例の件が気がかりなのですが。例の件？あなた髪の毛染めた？あ、少々イメチェンしてみました。どうでしょう。はいはい、お似合いですわよ、たくも。と、そうではありません。私が気がかりなのは、ここ最近のアマルガム貿易の躍進ぶりです。うん、確かにそちらも捨ておけませんでしたわね。我がリッチモンド商工会の得意とする建築業にはまだ大きな影響は出ておりませんが、運送、金融、武具関係の事業では今期の大幅な減益が避けられません。ひとまず野良の冒険者を使って調査をさせておりますけど、まだこれといって芳しい報告はないようですわね。となると、そろそろ強硬策も考えねばなりませんわ。まあ、まったく。レイジレギオンどもに、うちのコアモテ担当たちが病院送りにされたのは痛かったですわ。あいつらの元気なら手の打ちようもありましたのに。ではまた新しく人を雇って。リッチモンド商工会、こちらはゴールデンハンドである。どうぞ。クレジッタキャッシュ、ゴーシン議長がお呼びだ。今すぐに宮殿へ出頭せよ。今すぐですって？私も忙しいのですけれど、ご用向きのほどは？俺が知るか。だが議長は大層不機嫌そうなご様子だったぞ。ん？キャル様、どこかお加減が優れないのでしょうか。私、心配でございます。ほらほら、美味しいものたくさん買ってきましたから、一緒に食べましょう、キャルちゃんね。なんとなくギルドハウスから出てきちゃった。あいつら寄ってたかって人の口に食べ物ねじ込もうとして、人のこと元気づけようとするんだから。へこんでるとか一言も言ってないのに、私そんなひどい顔してたのかな。してたんでしょうね。うん、私何なのかしら。あいつらに心配かけて、迷惑かけて、執行猶予で保護観察処分の犯罪者で、プリンセスホームってやつにもなれなくて。プリンセスホームか。コロスケは経験値がどうとか、あいつとの心のつながりが必要とか言ってたけど、じゃあ私あいつに嫌われちゃってるのかな。まあ嫌われるのも当然よね、こんな私なんて。でもあいつは私と一緒にいてくれるって言ったのに、あれも嘘だったのかな。
キャル。あ、シェフィ。何よ、迷子にでもなった？いいえ、ただ街を歩いていただけ。私のなくした記憶を取り戻すための手がかりがないかって思って。そう、でもその様子じゃ空振りってところかしら。ええ、残念ながら。キャルの方は？私も別に、ただの散歩、それだけよ。そのね、あなたが何を悩んで苦しんでいるのか私は詳しくは知らないけれど、でもきっとペコリンヌさんやコッコロさん、それに彼は、あなたがそうやって辛い顔をしているのを見ると自分のこと以上に辛い気持ちになると思うわ。こんなこと、みんなと付き合いの長いあなたにはきっと本当は分かってるでしょうし、余計なお世話だろうけど。お、シェフィ、あんた、あんた、赤ちゃん言葉じゃなくなったら妙にカッコつけたこと言うようになったわよね。ガジガジされた時よりも耳が痛いわ。あの頃のことは悪かったわよ。っていうかあんた、いい子ちゃんね。いい子ちゃん？別に皮肉とかじゃないわよ。あんた、なんだかまともな家庭で育ったお子さんって感じだわ。コロスケやペコリーヌみたいな変な育ち方をしてないっていうか。どうなのかしら、全然覚えていないからわからないわ。ま、かくいう私なんてさ、ほとんど野良猫みたいな生まれで、まともな教育なんてちっとも受けてなくって。そう、私は町のゴミ溜めでいずれくたばるような野良猫だった。でもそんな私を陛下は拾ってくださった。陛下は私の恩人で、多分世界のすべてだった。万能で残酷で気まぐれで美しくて神様みたいで、偉そうな貴族も悪党も全部ひざまずかせて。そんな陛下に私ほんのちょっとでも目をかけられたくて、陛下のお気に入りになりたいってそう思ってた。そのためなら何でもやったわ。どんな悪いことでも、それこそ罪人として裁かれたって文句言えないくらいのこともね。けど私はバカで無能で、陛下の期待を裏切った。それで仕置きされて、冷たくされて、捨てられそうになって、私は陛下を本当に裏切っちゃった。陛下の敵の連中のところに、あいつのところに逃げ込んじゃった。だって陛下と違ってあいつらは私に優しくしてくれたから、こんな私を家族みたいに受け入れてくれるから。本当おかしいわ。どうかしてるわよ、私。陛下がもし、私にもうちょっとでも優しくしてくれてたら、どっちについてたか、わからないなんて。ね、おかしくない？っていうか最低じゃない？ねえ、シェフィ。あんたも私のこと最低だって思うでしょ？わからない。そうよね、あんたにこんなこと言ったってわかるわけ。
以前の私はキャルの陛下を殺そうとしたかもしれないのだけど、私どうしてカイザーインサイトを狙ったのか全然思い出せなくて、それはひょっとしたら悪性を敷く暴君だからじゃなくて、セブンクラウンズという存在を狙っていたのかもしれなくて。そういえば赤ちゃんの時のこいつ、ネネカにもラビリスタにも妙にトゲトゲしかったっけ。聞くところによると、彼はあのクレープ屋さんのセブンクラウンズの一人から選ばれた存在だっていうし、最悪の場合以前の私は彼と敵対する立場だったのかもしれない。もしそうだとしたら、私どうしたらいいのかわからない。みんなと出会う前の私にどんな事情があったにせよ、美食殿のみんなと敵対するようなことになったら、そう考えると怖くて怖くてたまらないの。シェフィーだから、そうね、今の私はキャルのことを最低だなんて口が裂けても言えないわ。だってその言葉は近い未来の私にそのまま跳ね返ってくるかもしれないんだから。それでもあんたは記憶を取り戻そうとしてるんだ。ええ、こんなことで悩まなくて済むように、みんなと笑って美味しいご飯を食べるためにね。そっか。ああ、記憶喪失ってのも大変ね。嫌なこと全部忘れられるなら、それはそれで、羨ましいかもって思ってたんだけどな。キャル。本当に、羨ましいだけかな。あなたは、誰よ。キャルちゃんも忘れちゃってることがあるんじゃないかな。ううん、この世界のみんな、みんな大事なことを忘れちゃってたりとかしてね。自己主張したがってやがるです。ほらほら、二人ともファイトだよ。修行っつったって走ったり筋トレしたり魔物と戦ったりするだけならいいんだけどさ、その後ぶっ続けでお勉強とかいろんな魔法の使い方とか、どう考えても私たち向きじゃねえですよ。もっと適材適所な修行を要求するです。人事はどこですか。こちら人事です。得意分野を伸ばすのも大事だけど、いろいろできるようになっておくのも同じぐらい大事だよ。簡単な罠から抜けられずに織田仏なんてかっこ悪いよね。もっと自由に力を引き出せるようにならなくちゃ、これからの戦いについていけないよ。戦いって誰と戦うです。それは秘密。ああそうかよ、たく。まあ最初からボスが素直に教えてくれるとは思ってねえよ。この山の何ですっけ、ラースドラゴンっていうのも
見つからなかったですし。尻尾の残骸くらいしか残ってなかったね。ひょっとして食べられちゃったのかな。もったいないことするな。どこのドイツがやったかは知らないけどさ、名乗り出てほしいよな。喧嘩のしがいがありそうだ。うんうん、でも喧嘩をするなら勝たなくっちゃ。どんなことをしてでも。そこにいるあなたもそう思うよね。誰ですわ。おいおい、危ないぜ。夜中にこんな山道通るなんてさ。それとも喧嘩を売りに来たのか。いいえ、相変わらずカヤピーは喧嘩バカですね。じゃあ入団希望とかですか。でもうちって魔族は入れていいのか。ギャングのみんなは他の種族ばっかだけど、ギルドのメンバーってわけじゃないしな。うちはドラゴンズネストですよ。ドラゴン族に生まれ変わって、おとといどころか人生やり直してから来やがれです。ドラゴンズネスト。ギルドマスターさんはどなた。無視すんなです。はーい、ギルドマスターは私です。そう、あなたセブンクラウンズって本当かしら。もしそうだって言ったらどうするのかな。レイジーレギオン。レイジーレギオン。ルールル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 ゲー魔力。骨のドラゴン。いや、ワイガンか。召喚魔法です。違うね。歌を媒介にした召喚術と宝石魔法のミックスかな。どっちにしてもあんまりいい趣味とは言えないね。よくできました。これなら少しは楽しめそう。ご褒美にちょっとだけ私の奥の手見せてあげようかな。そうしてもらえると助かります。私は確かめなくちゃいけないから。ずいぶんと余裕じゃねえか。俺様がひき肉にしてやるよ。待つです。なんだよ。下がらないと死ぬですよ、脳筋おバカヤピー。ボスの本気に巻き込まれたらひとたまりもないどころか逆に私たちがひき肉ですよ。珍しく祈りちゃんの言う通りだ。二人とも危ないからちょっと下がっててね。
れがドラゴン族の覚醒。これで終わりじゃないよね。まだ始まったばっかりだし、もう少しでいいから頑張ってほしいな。はい、あなたの鼓動を止められるように頑張ります。うんうん、その息その息。じゃあ次よ。うんうん、今のは良かったよ。でもあなた、そんなアバターでよく頑張れるね。感心しちゃった。それとも何か秘密があるの？ううん、あるよね。気になっちゃうから、もっともっとあなたの力を見せてほしいな。私も楽しくなってきちゃったし。私は全然楽しくなんかありません。それに、あれあれ、それって空間跳躍のマジックアイテム？空間跳躍？逃げるつもりかよ。卑怯者、意気地なし、ブスブス女。はい、逃げます。私は卑怯者で意気地なしでボソボソ女だから。あれあれあれ、どうしたのかな。転移できない。なぜ？そっか、知らないんだ。空間跳躍を妨害する結界だよ。さっきまで俺たちがさせられてた魔法の修行って、もしかしてその結界ってやつを作るための手伝いだったです？ふざけるのですよ。残業手当を要求するです。こっちはあなたたちと遊びたくて、ギャングのみんなを使って噂を流してたんだもん。これくらいの準備はするに決まってるよね。それに喧嘩をするなら勝たなくっちゃ。どんなことをしてでも。それじゃ第二ラウンド、そろそろ始めよっか。レイジレギオ。そんな感じでレイジレギオンの子と遊んだ私たちは、次に面白そうなことが始まりそうなランドセルへと来ちゃったのでした。あなたは誰よ。はじめまして。私はドラゴンズネストっていうギルドの誉れだよ。よろしくね、キャルちゃん。あ、どうも。じゃなくって、あんた私のこと知ってるの？うん、知ってるよ。
もうちょっと自分が有名人だっていう自覚を持った方がいいよ、キャルちゃん。はい。だってあなたはカイザーインサイトの元側近で、今の王女様とも仲良しで、それにあの子の仲間なんだもん。歪んだるつぼみたいなこの世界、その中心、正確には中心から限りなく近いところにあなたはいるんだから、キャルちゃんたちに興味を持つ人はキャルちゃんたちの想像以上に多いと思っておいた方がいいんじゃないかな。まあでもキャルちゃんだけだったらこうして声はかけてなかったんだけどね。は？何よそれ。声をかけた理由はそっちのあなた、あなたのことが見えちゃったからなんだ。私？うん、あなたってドラゴン族だよね。そうだけど。ん？その姿、あなたももしかして。正解！そうだよ、私もドラゴン族なんだ。お揃いだね。あなた、それじゃあ私のことも知ってるの？ごめんなさい、キャルちゃんと違ってあなたの方は情報がないんだ。自己紹介してもらえると嬉しいな。情報がない。そう、私はシェフィーって呼ばれてるわ。今はキャルたちのところにお世話になってる。あれ、今ので自己紹介は終わり？呼ばれてるってどういうことかな。私、記憶をなくしてるから自信を持って話せることは全然ないのよ。つい数週間前まで赤ちゃんだったしね。それは今言わなくていいでしょ。なるほど、そういうことだったんだね。ごめんねシェフィーちゃん、力になれなくて。お詫びと言ってはなんだけど、シェフィーちゃん、私はあなたをギルドに勧誘しちゃいます。え？勧誘？ほらほら、考えてみてよ。ただでさえシェフィーちゃんはドラゴン族っていう希少な種族だし、その上記憶喪失じゃ生きていくだけで大変でしょ。私たちのギルド、ドラゴンズネストに入ってくれたら、食事も寝床ももちろん身の安全も保証するよ。ちょっとしたお仕事はあるけどね。悪いけれどお断りするわ。誘ってくれるのは嬉しいけれど、今の私には記憶はなくても帰る家があるから。そっか。残念、振られちゃった。でも何か困りごとがあったらいつでも私たちを頼ってきて。ギルド管理協会で私の名前を出せばすぐ連絡がつくようにしておくから。ありがとう。気にしないで、これくらいお安い御用だよ。せっかく出会えたドラゴン族同士、お互いに助け合っていきたいな。ギルドは違っても仲良くしようね、シェフィーちゃん。それじゃあまたね。行っちゃった。なんか嵐みたいなやつだったわね。そうね、驚いたわ。
ごめんね、一つ言い忘れ。何よ。セブンクラウンズの一人、カイザーインサイトがいなくなったことによる世界への影響、それはキャルちゃんたちが考えているよりもずっと大きいよ。まるで世界に見えない穴が開いたみたいにね。その穴に落っこちちゃわないように、もっと気を配った方がいいと思うな。今のどういうことかしら。知らないわよ。陛下のいなくなった影響か。あのねキャル、私もさっき言い忘れてしまったことがあって。あなたはもしカイザーインサイトが少しでも優しくしてくれたらどうなっていたかわからないって言ってたけど、そのもしがなかったから今のあなたとみんながいるのよ。もちろん私もね。でも私が陛下をもっと前に止めることができてたら。キャルは自分のことしか責めないのね。私は深く事情は知らないけれど、少なくともあなたが糾弾するべき相手は他にいると思うわ。私そろそろ帰るわ。あなたは？もう少し。そう、じゃあまた後で。キャル、私は確かに記憶喪失の迷子かもしれないけれど、今の私の帰る家はあなたと同じ家よ。シェフィー、糾弾するべき相手か。私に陛下を責めることなんてできるはずない。あの時だってプリンセスナイトの力をお返しするだけで精一杯だったし、それにどんなに残酷だったとしても陛下は私に居場所をくれた方だったんだから。陛下がいなくなって世界にどんな影響があったかなんて知らないけど、私は元の居場所をなくして、それで美食殿が私の帰る場所になった。でもそれってあいつらを陛下の代わりにしちゃってるだけなんじゃないの。私どうしたら。何これ、変な魔力、結界？さっきのドラゴン女の仕業？違う。パクパクもぐもぐ、仕立てのたこ焼き屋さんなのに、まるでベテランさんの焼き加減です。あれ、食べないんですかクレジットさん。ソースと青のりが効いててとっても美味しいですよ。普通サイズのたこ焼きがポップコーンみたいに吸い込まれるなんて、見ているだけでも私お腹がいっぱいです。それにしてもクレジットさんが町の視察に誘ってくれるなんて嬉しいです。私嫌われちゃってるかなって思ってましたから。別にそのような。
まさか議長直々にお姫様の排斥を示唆されるとは思いませんでしたわね。ゴーシン議長、何やら焦っておられるご様子でしたが、どうなさるおつもりですか、クレジット様。手段はこちら任せとはいえ、本当に陛下を害するなど。やるしかありませんわ。公文書の改ざん、復興事業の斡旋、それに財源確保のために宝物庫の品を売却した際の仲介料、あなたも知っての通り、ゴーシン議長を介して得た帳簿に載せられない利益はいくつもありますわ。明るみになってしまえば私の実刑は免れないでしょう。ですが、一応言っておきますけれど、あくまで私のです。ナイトメアに駆け込むなら今のうちですわよ、あなた。考えておきます。駆け込むのはいつでもできますし、もう少しすればボーナスの時期ですからね。このお姫様を排斥、いえ暗殺する、そんなたやすいこと、方法はいくらでもありますけれど、大事なのは私が犯人とバレないことですわ。気づかれないようにほんの少量思考性の毒を使って、むしゃむしゃパクパク、外はカリッカリ、タコがプリップリ、あーもう手が止まらないです。今ですわ、チャンスですわ。あの山積みのたこ焼きの一つにこっそりバレないようにこの毒をポタッと垂らせば。さあやるのよクレジッター、それいけクレジッター。ん、クレジットさん、さっきからどうしたんですか。何でもございませんわよ、お姫様。ん、ところでなんですけど、ここ最近あまり外に出られなかったんですが、町に新しいお店が増えたみたいですね。このたこ焼きもそうですけど。あれはアマルガム貿易という新興ギルドの系列店ですわ。最近富に勢いを増しておりますの。私のリッチモンド商工会もその勢いに押され始めておりますわ。もちろん最後に笑うのはこの私ですが。クレジットさんのギルドは建築工事とか人材斡旋とか経理計算とかが主なお仕事なんですよね。王宮でも厳しい期間でよくこなしてくれるって評判みたいですし。ええ、そうですわ。かといってあまり無茶ぶりされるのも困りものですけれど。なんだか羨ましいです。私なんてちょっとした書類を見るのにも一苦労で、誰かにお仕事をお願いするのもあんまり得意じゃないみたいで。武者修行なんかよりも帝王学の書法でも学んでおいた方が良かったかもしれませんわね。もちろん武者修行で学べることも多かったとは思うんですけど、でも不得意だろうが向いてなかろうが、今は私がこの国のプリンセスですから、できる限りのことはしなくちゃって思ってます。こんな私ですけど、これからもクレジットさんのような優秀な方に助けてもらえればとってもありがたいです。そんなわけですからね、この機会にクレジットさんのこともっと知りたいなーと思ってて、好きな食べ物とか趣味のこととか。あ、そうです、クレジットさんはどうして商人ギルドのマスターになったんですか。詳細があったからに決まってますわ。それに私、お金が大好きですの。お金ですか。
高貴な生まれのお姫様の目には卑しい趣味としか映らないかしらね。ええ、そうでしょうとも。私はお姫様に比べるべくもなく、貧しく卑しい生まれの身ですわ。泥水をすすり、時には手を汚してここまで成り上がりましたの。ですが、いかに卑しい生まれといえど、金さえあれば他人を顎で使うことも、誰もが見上げるような立派な像を建てることもできます。今このように一国の代表と差し向かいで卓に着くこともできるのですわ。地獄の沙汰も金次第とはよく言ったものですわね。確かにお金はとっても大切ですけど、お金以外にも価値があるもの、大切なものっていろいろあるんじゃないでしょうか。例えば誰かとご飯を分かち合って一緒に食べる時間とか。おあいにくさまですわね。実際にこうして宅を共にしてもさして楽しいとは思えませんし、私お金以外に価値を見出せない性分ですので。そもそも他人と何かを分かち合うですか。一切れのパンを奪い合ってきた私に言わせれば、その発想がすでに恵まれた境遇の自慢にしか聞こえませんわね。そういうつもりじゃなかったんですけど。まったくもう、しおらしめな顔をして。これだから私はあなたのことが疎ましいのですが、生まれた時から恵まれ続けていたお姫様。クレジッタさん、怒らせちゃったでしょうか。プリンセスとして誰かと接するのってやっぱり難しいです。それに恵まれた境遇の自慢、もしかしてキャルちゃんも私たちのことをそんな風に思ったりしてたんでしょうか。ペコリーヌ様。あれ、コッコロちゃん、それにあなたもシェフィーちゃんも。おいっす。後でそっちに行こうと思ってたんですよ。お話し中のところに悪いのだけど、ペコリーヌさん、キャルのこと見てないかしら。え、キャルちゃん見てないですけど、みんなと一緒じゃないんですか。それがその昨日の夕方からキャル様が戻られていないのです。キャルちゃん、もしかして迷子に。いえ、賢い方ですので道に迷うなどといったことはないはずです。ですがペコリーヌ様もご存知の通り、ここ最近のキャル様は何やら思い詰めていらしたご様子。もしやそのことと関係があるのかも。昨日の別れ際、あの時無理やり手を引っ張ってでも一緒に帰るべきだったわ。でも鬼、その反省は後にするわ。今はキャルのこと探さなくちゃ。はい、もちろん私もお手伝いしますよ。お姫様、また民間人に入れ込んで、公務はどうなさるおつもりですか。でもキャルちゃんは私の大事なお友達なんです。以前にも申し上げましたが、陛下は公使を切り分けるべきですわ。国家の最高指導者たる人物がそのようにエコひいきするからこそ、天下に不平等がはびこるのです。ちょっといいかしら。キャルが失踪した理由、その可能性の話なのだけど。何ですかあなた。前に会った時はもっと子供っぽい口調だったような。可能性って何ですかシェフィーちゃん。レイジ・レギオン、以前私と彼、コッコロさんも帰り道に連中から襲撃を受けたことがあるわ。
そういえばそうでした。カリザって子供とアゾールドっていうビースト族の人、そしてレイジレギオンは目下のところこの国にあだ名すテロリストとして指名手配されるギルドでもある。もしキャル様がレイジレギオンに捕まったのなら、キャル様を見つければテロリストたちを逆に捕まえることもできるかもしれないのですね。確かにレイジレギオンとやらには私も借りがありますが、とはいえキャルだけでなくそのテロリストどもを見つけるための手がかりもあなた方にはないのではありませんこと。それはそうなのですが、こうなったらナイトメアの皆さんにも手伝ってもらってランドセル中に捜索を。なあ、もうそのような命令をすれば町の警備がおろそかに。いかがなさったのですか、主様。いやはや、露天での買い食いなど食への侮辱と思っておりましたが、相応の食材と相応の技量を持つ店主が提供するメニューならば、これはこれで趣深いものになりますな。あいつはレイジレギオンのアゾールド。おやおや、そちらにおわすは美食殿のお歴々ではありませんか。偶然ですな。とぼけないでください。今度は何を企んでいるんですか、レイジレギオン。企むも何も、私ただ食事を楽しんでいるだけなのですが、最近ではこのランドソルにも私の舌を満足させる店が増えたようですし。店が増えた？もしやアマルガム貿易とやらもあなた方の仕掛けなのではありませんこと。そうです、キャルちゃんをさらったのもあなたじゃないんですか。いかなる根拠がおありで。それはわかりませんけれど。根拠はないですが、あなたのことをこのまま見過ごすわけにはいきません。兵士の皆さんを呼びますから、おとなしくお縄についてください。兵を呼ぶのは構いませんが、怪我人が増えるだけではありませんかな。ペコリーヌ様、あの男性は見た目以上の実力者です。主様のお力を借りたとしても太刀打ちできるか否か。でも、もしかしたらケルちゃんが捕まってるかもなのに。ところで騎士の少年、以前お別れの際にこう申し上げたのを覚えておいでですかな。次に会う時は別の趣向でお相手いたしましょうと。別の趣向？何も剣や魔法でのみの力比べが戦いの全てではありますまい。そもそも私切った張ったは苦手なものですし。というわけでそちらの王女様。はい。私と大食い勝負などいかがですかな。大食い勝負？ここどこ？私気絶しちゃってたの？なんかいきなり魔法を浴びせられた気がするけど、今日
強制的に空間跳躍でもさせられたのかしら。でもそんなことできるのってキングリープか、あるいはあいつら心配してるわよね。早くここから出なきゃ。誰？誰よそこにいるのは。キャル。